やヨーロッパ最速の異名を取るぶっちぎりのニエミネン様だ。それは前にも聞いたことがあるでげすし、そんなことは別にどうだっていいんでげす。しかし相変わらず思考回路がゴー君と同じでげすな。何言ってんだ、俺があいつに似てるんじゃねえ、ゴーのやつが俺に似てるんだよ。そんなのもどっちだっていいでげす。そんなことよりさっさとレースを始めるでげす。そういやそうだ、これもミニ四駆はぶっちぎりだってことをお前らに教えなきゃいけないんだ。こんなところで時間を食ってる暇がなかったぜ。ほう、わてのスピンバイパーを目の前にしてそんなことを口にするなんて大した自信でげすな。そうか、お前のマシン確かテクニカル仕様だったな。ちょうどいいぜ、こういうやつにこそぶっちぎりの偉大さを教えておいてやらねえとな。自信があるのは結構なことでげすが、少々過剰みたいでげすな。いいでげす、わてのスピンバイパーと勝負すれば少しは考え方も変わることでげしょ。俺のホワイトナイトは早いぜ、考え方を変えるのはそっちの方さ。ま、レースが終わればわかることでげす。それじゃあ勝負でげす、ゴーくん。ゴーじゃねえ冗談でげすよ。ほら、やっぱりわての言った通りになったでげす。くっそー、納得いかねえ、絶対今のレースなんか間違ってる。往生際の悪いところもゴー君並みでげすな。ちくしょう、何が悪かったんだ。単純にわての方が早かっただけだと思うでげす。めちゃくちゃ叱られるんだ。
しぶりある。元気にしてたあるか。まあそれなりに元気にはしてるでげすが、それにしてもこんなところでホアン君に会うというのはちょっと意外だったでげすが。負けたと思ってたあるか。いやいや、そういうつもりで言ったんじゃないでげす。気を悪くしないでほしいでげす。まあなんといってもホアン君のマシンはシャイニングスコーピオンでげすからね。ここまで勝ち残っていても何の不思議もないでげすよ。うん、スコーピオンも世界グランプリの時より格段に速くなったある。チームのみんなのためにも今回は必ず優勝するあるよ。やる気満々でげすな。もちろんある。さあ早くレースするあるよ。そうでげすか。なんかよくわかんないでげすが、あのホアン君があそこまで自信満々だとちょっと怖いでげすな。まあ圧倒的なのはわかってるんでげすが、ほどシャイニングスコーピオンの調子がいいんででしょうか。ん？どうかしたあるか。ああ、なんでもないでげす。そうでげすな、わてもせっかくここまで来たんでげす。今はあれこれ考えることよりスピンバイパーを信頼してやることの方が重要でげす。あ？ごめんでげす、保安くん。それじゃあレースを始めるでげすか。うん、お互い悔いのないレースをするあるよ。望むところでげす。それじゃあ勝負でげす、ホワン君。またレースする。それじゃサクッと優勝してくる。